車でお越しの阪急交通車クリスタルハードでお越しのお客様、阪急交通車クリスタルハードでお越しのお客様、読売旅行中四国でお越しのお客様、読売旅行中四国でお越しのお客様、ありがとうございます。うわ、来たら私ダメなんだ、ダメなんだ。この乗車へは標高2316メートルの南山通りから標高1888メートルの黒平駅へ距離1700メートル、完成車500メートルの車に参ります。また、この駅と駅との間に1本の支柱がない、一般法則としては日本で最も運転距離の長いロープウェイでございます。この立山ロープウェイは昭和45年7月に運転を開始いたしました。約3分の歳月と延べ14万人の汗と力によって完成したものでございます。動く展望台、立山ロープウェイ、どうぞ快適な乗り心地をお楽しみください。皆様、ここで山々のご案内を申し上げます。新川方向に向かって左手奥から唐松岳、五竜岳、勝間槍ヶ岳です。下もすごいな。正面に見える赤沢岳、その右側に時はそばれた頂が針吹岳でございます。富山県と長野県との県境に連なる後ろ立山連峰の稜線でございます。鹿島槍ヶ岳、五竜岳は立山、鶴見岳、八口岳などと並ぶ日本百名山に例えられています。そして足元に青く横たわるのはこの部分でございます。一見草原のように見えますが、実は高さ3メートルを超える樹林帯です。アルペンルートが開通する以前、室堂から黒部湖へ下る登山者はこの樹林帯に刻まれた登山道をたどり、6時間以上の時間をかけて歩いたものでございます。今ではこの立山ロープウェイ、その他の乗り物を利用して、わずかな時間で移動することができるようになったのでございます。皆様、立山一帯は国立公園です。自然保護のために高山植物を踏みつけないでください。またゴミの持ち帰りにご協力ください。まもなく黒部平駅に到着いたします。黒部平庭園や屋上展望台から見上げる360度の壮大な映像をごゆっくりお楽しみください。本日は立山ロープウェイにご乗車いただきましてありがとうございました。まもなく黒部平駅に到着でございます。